うわお、申し訳ございません、皆さん、すいません、マジか、申し訳ない、待っててくださった方、申し訳ありませんでした、すいません、マジか、明日の朝6時、はい、承知いたしました、すいません、皆さん、ごめんなさい、朝6時からよかったら皆さんご覧ください。あ、そうだったんですね。このようなことがないように、すいません、気を引き締めていきます、アップガニ、申し訳ありません、申し訳ございませんでしたっていう、すみません、私も気づいてあげればよかったのに、全くお風呂に入っていて、お風呂に入っていてというか、そっか、あ、申し訳ない、ういちゃん、だるまありがとう、こまさん、ハートありがとうございます、キュンです、申し訳ない、それは私も気づくべきでした、そっか、 STU お金ただち上がらすと、そういや1500日配信どうすべ、1500日配信をこのちょっと時間は空いちゃうんだけどグランピングでできたらなとは思っていたりするが、1500日の日に開始前は何かが起こるっていう感じではあります、お楽しみにかな、それは24日、何かが起こるというか、そうそう、24日には、驚きはしないか、別にみんな驚きはしないけど配信をするよっていう、髪は染めないっていうね眠たい、ちょっと眠いかも、うん、眠いですね、ちょっと眠いけど頑張ります、しばらく雨か、すごい困ってる、雨だと洗濯物がやばい、染めないなら伸ばすって、ちょっと伸ばしたいんだよね、髪の毛短いから今ちょっと伸ばしたいです、わお、酒井さん、カムーさん、ホウソチンさん、ホウジロウさん、ありがとうございます、くしゃみでそう、めっちゃ、なぜ雨の日に洗濯物を干すって、秋田に行っちゃうので、あの洗濯物を今のうちに回しとかないと明日は回せないし、明後日は一日ほぼほぼ家にいないしってなると、今日回さないともう無理なんです、残念、ピエンです、ハザチンさん、酒井さんのボカジです、ありがとう、女だるまいっぱいもらっちゃってありがとね、感謝の気持ちでいっぱい、秋田雪降る、え、嘘でしょ、寒い、やばいじゃん、
やばいじゃん、本当にやばいやつじゃん。ほずちいさん、誰もありがとう。おかまさん、誰もありがとうございます。ザコザコくんもだ、ありがとう。ダウンいるね、野菜室やね。アルマジキアルマジロさんだ、久しぶりだ、ありがとう。気温調べて背筋凍ったらって、ちょっと怖い、地震多いから気をつけてねって。本当やな、もうちょっと今回秋田の公演はちょっとあと開催させていただく形にはなるんですけど、ちょっと皆さんも安全第一で、来ていただく形になると思います。まーちゃんも最後の秋田になっちゃうと思うから、来れる人はぜひね。ラググくん、よいしょ、どうもかじるよ。髪の毛いい感じ、ほらありました、こんな感じです。今日は前髪を上げていたので、そう、おろしやとこんな感じですね。ちょっと長いね、秋田の前に切りたいね、だいぶ来たかったわ。おすすめは千葉県だよね。千葉県はね、あれ歌うかもしれない。いや、わかんない、あ、いや、わかんない、それわかんないや。実はまだね、ソロ曲どれにするか決まってないんですよ、うん、まだなんです、3つで迷ってて決められなくて。生まれしジャパンいいね、生まれしジャパンめっちゃ人気だね。おいちゃん、どれもありがとう。坂井さん、どれもありがとうございます。さあどうなるか。おかえり千葉、おかえり千葉県。生まれしジャパンめっちゃさ人気だね、びっくり、嬉しいです。坂井さん、どれもありがとうございます。おいちゃん、どれもありがとう。アップガニキの歌も聞きたいですって。いや、そうだよね、生まれしやとめっちゃ嬉しいやばい、誕生日の人のステージ開けるめちゃめちゃ参加型じゃん。よかった、でも浸透してくれてるなら、マレシジャパン。コマさん、どうもありがとうございます。 Thank you。 頑張っておくれてありがとう、応援してくれてるのが嬉しいよ、ありがとうね。伊沢くんの分まで頑張るから。すごい、誕生日が近い方がいらっしゃるわ。私7月21日生まれ。柏はアップガニキの単独初めて見に行って衝撃受けたところなので、まじ楽しみだって。うわー、楽しみにしていただきたい。
嬉しいな。もさしくんなるもありがとうございます。 Thank you。 眠いやばい起きて起きてください。あやちゃん、これはなんか食べ物とかを挟むやつです。くしゃみです。やばい、くしゃみやばい、くしゃみが出そうで出ない。めっちゃ眠い。なんでそこにあるんってわかんない。姉ちゃんが使ってたやつ。イカを食べてたんですよ、姉ちゃんが。イカを挟むやつ。よし。あー眠いよ。イカ、なんかスルメイカかな。めちゃめちゃ細いスルメイカみたいなのをドンキで、そう、ドンキで買って、それがなんか姉ちゃんすごい私にね言ってきたの。このイカめちゃめちゃ美味しいよみたいな。あまり姉ちゃんこれめちゃめちゃ美味しいんだよとか言ってくることないから、どうしたんだろうと思った。イカだった。トング必要ある？じゃあこれを挟むの。これでパチって挟んで保存するなよ。あ、ひまたぎボーナス来た。ひまたぎボーナス。あ、イカそうめん、イカそうめん間違えた。イカそうめん、そうそう、羊が一匹、カジが一匹、カジが二匹、保存するのって。なんか姉ちゃんがちょっとずつ食べてた。そう、大切に食べてたんだよ、うちの姉ちゃんが。カジが1匹、カジが2匹、カジが3匹、カジが一人帰ったから2匹、カジが走ってきて3匹、カジがでんぐり返しながら来て4匹、カジが横歩きで5匹、カジが前宙しながら6匹、カジがすごい歩幅で走ってきて7匹、カジが手だけで歩いてきて8匹。あ、そうです、今テレビ電話特典会販売中です。ハジね、あれは苦手だったかも。結構体操、あんまりこう跳び箱とかできなかった、あんまり。うん、いなかったな、飛び箱とか。寝るとき思い出して眠れなくなるって
家事が肘と肘をつくかなつかないかなって言いながら歩いてきて8匹、家事が尻をペンペン叩きながら歩いてきて9匹、カジが歯抜けたって言いながら歩いてきて11匹、おいっちゃんだるまありがとうございます。カジマックスを作りたい。おいちゃん、あれは歩幅前進だって。カジが目バッキバキで歩幅前進をしてきて12匹、もうかゆい、顔もかゆい、眠い、起きなさい、起きるの弱いや。カジがクマに追われながらだって。うわ、よみがえる。でもいい、15分、あと10分しかないじゃん。やば、白い光の中に山並みは燃えて、ピーマンピーマンわかめの時。ホソチンさん、コマさん、ありがとう。メガネくん、おいちゃん、ありがとう。 Thank you よ。だるまばっかもらったらだるまが夢に出てくるぜよ。ありがとう。やばい、起きて、あやちゃん。12時になったらきっかりで眠くなるんですよね、割と私は。そう。え？この間なんか怖い目見てなかった？あ、なんかさ、腕にめっちゃ針が刺さってて、いっぱい抜いた夢を見ました。そう、めっちゃ痛いのよ、夢なのに。であまりにも衝撃的で、すごいいっぱい血も出たわけ。俺は起きてもずっと覚えてたから、なんだろうと思って夢占いしたのよ。したらなんか運気の上昇らしいんですよね。どうしよう。やったー。運気がいいみたい。そう、運気がいい。なんか針を抜くみたいな、体から針を抜くみたいなので運気が上がってね。想像するだけで気持ち悪いよ。私もすごい嫌だった夢だったのに。え、ホソチンさん、おいさん、ありがとう。ね、そんな夢占いすごいのよ。ホソチンめっちゃ桃だ、ありがとうね。不安が解消、不安があったの。うん、家事結構いろんな夢見る。昔は夢とか全く覚えてなかったんだけど、最近夢を覚えてることが増えました。うん、エイスケさんがキューピッドおじさんをくれました。だ、嘘です、キューピッドクマさんでした、おくれました。
ありがとうございます。さっき間違えちゃったからちょっと嘘だやってみた。どうしよう。じゃあ最後に私物を紹介したいと思います。姉ちゃんの、おお、姉ちゃんのハンドクリームをこんなところに。姉ちゃんはこのハンドクリーム、しかも結構使ってるってことはもうやばいよ。めっちゃハンドクリーム使うタイプだよこの人。うわー、すごいいい匂いする。うわー、ありがとうございます。姉ちゃんのバッグがここにあった。達成だって。何達成したの私。うわ、花とか書いてる場合じゃない。やったー、皆さんのおかげで50億ポイント。ゲット。次はアバター作ろう。みんな何がいい。アバター、何アバターがいい。増えるね。やった、50億じゃなかったぜ。50万ポイントだったね。土下座アバター作りたいけど足がないからダメなんだって。ちょっといろいろ考えてみよう。ちょっと考えてみるね。土下座無理かな。だって私湯がっぱ通すの超大変だったんだから。じゃあれだね、あれがいいかも。ガッタお辞儀アバターっていうの。お辞儀だったらいけるんじゃないかっていう。あら、おいちゃんがだるまをくれている。じゃあ私物見つけっぴ。だって姉ちゃんここに置いていくのが悪い。わっ、マジか。姉ちゃん、うわー、エアポッツプロだよあの人。やばい、これ開けたら繋がっちゃった。うちのと AirPods Pro 使ってますよ、うちの姉ちゃん。マジか、超お高いの使ってんじゃん。なんなのあの子、嫌なやつ。こうしているよね。なんなのあの子。やばいじゃん。いいね、羨ましいな。でもいいもん。有線だってね、そんなに悪くないよ。素敵よ、素敵よね。ということで今日の三重師を呼びます。3位コマさん、わっ小判もらっちゃった。二宝座ち、はあ、1位は社会さんです。社会さん、社会さんの社会は釈迦の社会にしてもらって、社会さんですよ。ありがとう、1位おめでとう。して星もらった、エイスキちゃん、ちゃん、ありがとうございます。もらっちゃった。ありがとうございます。嬉しいです。
おいちゃんなるもありがとう。今日の三重詩はこちらの三重詩になります。ありがとうございます。ではそれでは家事はお眠したいと思います。明日早いな、朝起きれるかな、頑張ろう。8時には準備万端ってことは6時に起きたら間に合うわ。いや無理だな、メイク。ちょうどメイクし始めたぐらいになりそうな気がする。朝家事です、休日ですが、よかったら朝起きてください。それではお手合い着せーの、以上です。バイバイ、またね、ありがとう、おやすみ、夢見ろよ、バイバイ。